日本愛知県岡崎市、岩津地区、鴨田町。鴨田町は愛知県岡崎市、岩津地区の町名。定番を持たない単独町名であり、18の小技が設置されている。岡崎市の北西部に位置する。町内には松平氏菩提寺の大樹寺や、その卓中をはじめとした宗教施設が多数存在し、東部には新福寺道が通る。かつては、 町域中央部を名鉄衣モ線が通っていた。岡崎市内線と名鉄衣モ線の事実上の接続駅だった大樹寺駅が町域中心部にあり、衣モ線廃止後は名鉄バス大樹寺バス停及び駐車場となっている。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ぬかた郡鴨田村を前身とする。8世紀中頃に、ぬかた屋里の一つとして、鴨田郷ができた。中世1467年、鴨田郷に分立されていた松平氏、第四代松平地方が、伊ダ屋郷戦で勝利した後戦死者を弔うため伊ダ屋の地に念仏堂を建立し、千人塚を築いた。西郷寺は、 岡崎観光キラリー百戦に、千人塚は、指定史跡に、それぞれ選定されている。松平氏菩提寺の大樹寺を混流したのも、松平地方だとされる。1560年桶狭間の戦いで敗れ、大高城から敗走してきた、松平元康が大樹寺に逃げ込み、自害を図ろうとしたところ、住職の昇る誉れに悟されて思いとどまったと伝わる。江戸時代には、 体重治療及び、鴨田天満無療となる。ありがとうございます。